小村楓です。次回予告をします。ようやくこの予告にも慣れてきてほっとしています。次回のお話は、三重さんが教室に忘れたメガネを家に持って帰ることになった小村。持って帰る？ちょっと待って。次回、好きな子のメガネを持って帰った。何が予告に慣れてきただ。